高知市の中学校のプールで水泳の授業中に小学生が溺れ死亡しました。なぜ事故が起きたのか、先週からの動きを取材、専門家の意見や町の声を聞きました。先週金曜日、こちらの長浜小学校に通う小学4年生の男子児童が水泳の授業中に溺れて亡くなりました。高知市の長浜小学校のプールはろ過ポンプが故障しているため使用できず、4年生から6年生は近隣の南海中学校のプールで水泳の授業を行っていました。本日、高知市立学校において小学生の水泳授業中にプール事故が発生いたしました。事故があったのは先週金曜日。当日は南海中のプールで4年生の児童36人が3つのグループに分かれて、3人の教師が監視する中、水泳の授業を行っていました。死亡した男子児童は、今回溺れた子どもさんもちょっと苦手なグループに入っておられたということですね。それを聞いています。男子児童は泳ぎが苦手なグループの中でバタ足の練習をしていた際に溺れ、近くにいた同級生2人に引き上げられました。中学校のプールは小学校のプールと比べて最大14センチ深かったということです。教育委員会は個人の特定につながるとして、この時点で学校名や学年、児童の性別や名前などを公表しませんでした。水泳授業中の事故につきまして児童がお亡くなりになりましたことを報告させていただきます。翌日、児童の死亡を受け、学校名や学年が公表されました。泳力がしんどいということであって、子どもから児童について学校は泳ぐのが苦手だったことを事前に把握していて、授業では教師に抱きかかえられる場面もあったということです。身長はお得ではないですか。学校から小柄な子であったというふうにお聞きをしております。溺れた場所は水深およそ130センチ、児童の身長は130センチ未満でした。一方、長浜小学校では午後に保護者説明会が開かれる予定でしたが、急遽中止に。ご遺族の方の気持ちも含めて話がしっかりとできていなかったのに、保護者会を予定を組んでしまったっていう、そこが、はい、私は今回順番が違う、ちょっと申し訳なかったなって考えています。保護者86人が集まっていましたが、遺族からの抗議を受け、説明会は中止となりました。大切な子どもの命が亡くなったということ、そのお子さんと保護者の方々とご遺族の方、ご親戚の方、本当に申し訳ございませんでした。心からお詫びを申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。今回の事故はなぜ起きてしまったのでしょうか。記者会見で高知市教育委員会の松下政教育長は次のように述べています。このような事故を起こしてしまった原因の一つは、小学生を中学校のプールで泳がせたということにあると思いますので。南海中学校のプールを利用することについては、
長浜小学校と市教委が検討。校長などがプールの視察を行い、最終的に市教委が決定しました。南海中のプールの水深は最も深いところで長浜小より10センチ以上深い 132.5 センチでした。小学生が授業で中学校のプールを使うのは高知市では初めてでしたが、市教委は監視の数を増やすなどの対応を取り決めていませんでした。全体を注視することができず、水の中で沈んでいた子どもさんを教師が見つけることができなかった。これは管理体制の不備を問われても仕方がないと私は思います。事故が起きた日は児童36人を教師2人がプールの中で指導し、教頭がプールサイドから見ていました。監視の人数に関して水難学会の斉藤秀俊理事は、36人の、ね、お子さんを3人で見るという人数割で言えば、これは適切な監視の人数だったっていうことになりますね。まあ、不快から事故は起こりやすいというようなことは一般論としてはそうかもしれないけれども、今回の事故ではそれが当てはまるかどうかっていうのはまた、ね、別の次元の話だと思いますね。一方で中学校で授業を行うきっかけとなったのが小学校プールの老朽化問題です。長浜小学校のプールが設置されたのは1991年、ろ過装置の耐用年数はおよそ20年ですが、長浜小学校では30年以上使い続けていました。今年度に入って故障が判明し、今月18日に改修工事が完了するまで他の施設を利用せざるを得なくなっていたのです。高知市教育委員会によりますと、市内にある小中学校59校のプールのうち 64% が築30年以上と老朽化が進んでいます。改修には平均1億円かかる上に30年間で3億円以上の維持費が必要です。地方の、ね、自治体だけではなかなかうまくいかんということであれば、やっぱりもう国レベルの、ね、話で、一つ考えていくということもありなのかなと思いますよね。斉藤理事は全国的に小中学校のプールの老朽化が進み、代替プールでの授業を行う事例が増えているといいます。プールが変わったらば、今まで小学校で行っていた安全管理の仕方、これが次のプールで、そのまんま使えるかっていうと使えないので、安全管理の仕方一からね、やっぱり構築し直すという、まあそれぐらいのね、ちょっと慎重さは欲しいのかなっていうふうにはね思いますね。高知市の松下教育長は、第三者の方から見ていただいた検証が必要として、第三者検証委員会を設置するということです。さらに警察は、昨日午前、児童が死亡した南海中のプールを実況見分し、指導に当たった教師に当時の状況を確認したとみられています。業務上過失致死の疑いも視野に入れて捜査しています。亡くなった児童が通っていた長浜小学校では、今朝、校内放送で全学年に向けて、中村仁也校長から事故の説明などが行われました。カウンセラーや心理師を普段よりも多く設置し、少しでも不安な児童は相談するよう呼びかけています。